仕事から帰ってきてゲームして、ご飯出てきたものを食べて、皿洗いしないで妻に、母親に洗ってもらって、土日になったら女の子にはできるふりして、そういう風に見せて、情けなくねえのか、期間持った方がいいと思うよ。会社の上司とかでも妻と喧嘩したから次の日機嫌が悪いとか、それで部下に当たるとか最悪じゃん。そんな上司になりたくねえな。一人暮らしするとね、責任感っていうものが出てくるね。この家が例えば外から石投げられて窓が割れたりとか、そういうこともあるわけじゃん。隣人が変なやつでどうしようもない、毎日寝るのもうるさい、そう言ってなった時に、管理会社に、クレーム入れる勇気とか、クレーム入れない方がいいかなとか、自分に責任が出てくるわけよ。世帯主だから。責任がないまま、ずっと実家暮らしで、大人になって女性には綺麗な自分、上辺だけの自分を見せて、そうやって、結婚した後に嫌われるから離婚者が増えてる。いい加減にしろって。一人暮らし始めたら、自分で家の中の管理したり掃除したり、また変な、業者がピンポン押してきたり、家の中が、汚くなったり、また壊れたりしたら管理会社に電話したりすることがあるわけ。毎日毎日皿洗って自炊して、自炊しないやつは金の無駄してるだけだと思って、やれって、一人で行動しろって、妻に洗濯物してもらったり、お母さんに洗濯物してもらったり、それでいい匂い保ってたり、それ誰のおかげ、親のおかげで、毎日毎日健康な食事が取れる、それによって肌の状態もいい、体のテンションもいい、誰のおかげ。自分は毎日毎日前職のブラック企業で働いて、毎日毎日23時過ぎだったり、早くても21時到着、その後にご飯支度して洗濯物回してお風呂入って、お風呂から出たらもうご飯が炊けてるように、もうその前から準備で炊飯ボタンを押して、帰ってきた瞬間に炊飯ボタンと洗濯物のスタートを押す。そこからが家の始まり、戦い。お前らみたいな実家暮らしとか、これから一人暮らし始める予定の人は別にいいと思うんだけど、実家で暮らしてずっと親のすねかじっていこうと思ってるやつとか、あとは働いて疲れて帰ってきて何もしないバカじじいども、聞いてるか、危機感持った方がいい。他人任せになるなんて、自分で動けって。自分で物を持ってきて、自分で食べたら食器洗って、自分で家の掃除しろって。一人暮らしっていうのは仕事行って帰ってきて、帰ってきてからも仕事だから、掃除したり次の日の仕事行く、例えばワイシャツをアイロンかけたりで、次の日のことを考えてワイシャツを洗濯して干したり、次の日の朝のために皿を洗ったり、次の日の朝ご飯の用意のためにその日の夜のうちに次の日の朝ごはんを作っておいたり、そういうことが全部、そういうことがない、奥さんがご飯作ってくれたり、奥さんがワイシャツをきれいにしてくる、感謝しろって。それで毎日毎日ふてくされた態度で、部下に対して当たってるバカ上司、バカ知事、そんなんで部下持つなんて、部下がかわいそうだって、だから部下がパンクするんだって、舐められる。社会に出てから気づいたんだよ、意外と表面上大人のやつって中身大人じゃないから。かっこいいスーツ着てるのも誰がクリーニングに出してる、自分出してる、多分出してないでしょ。奥さんだったり母親が汚くなってきたから出した方がいいんじゃないって言って出してくるでしょ。いい加減にしろって。奥さんが毎日毎日毎月給料になったらお金を請求ってくるとか言うやついると思う。当たり前で、お前がゲームしてる間に皿洗ったりご飯作ったり、洗濯物して次の日の朝に用意したり、働いてんだよ。家事じゃねえ、仕事なんだよそれは。で、毎月毎月4万しかもらえない、3万しかもらえない、そんな当たり前だよ。一人暮らしたらそんな金ねえ、たら2万とか3万とかそんぐらいが使えてまだいい方だよ。で、その中で培う力っていうのは責任感と計画性、発言力もつく。いい加減にしろって。お前みたいな上司絶対嫌だって。いろいろ退職してから住居確保給付金とか、1年未満でどうやって失業手当がもらえるとか、そういうのを考えながら、ここでもらったら逆にこの月で払えなくなるとか、そういうものを考えた上で行動に移す。そういうのができないから、前職のブラック企業みたいに案件が炎上しちゃう。もっと先に行動しろって。悩んでるんだったら改善策または解決策を考えて行動しろって。時には悩んだりネガティブになったこともある。
継続することの大切さ、でも継続することの大切さの中にも継続する意味を考える。ここで継続して意味ないな、だったら他のところで継続した方が自分の身になるんじゃないか、そういう考えを持って行動する。ただただ継続すればいいってもんじゃない、時には環境を変えた方がいいかもしれない。自分の目標に合った考え方で、または行動の仕方で挑戦しろって、期間持てって、退去費用が必要だったり入居費用が必要だったり、または、不動産から舐められないようにどういう態度を取った方がいいとか、不動産のその担当者の名前が本当に本名なのか聞いたりとか、不動産の名前で偽の名前使ってるやつとかいるから、そうやって毎日毎日奥さんにだけ頼って、または親に頼ってたら一人になった時に何もできない。一人暮らし舐めるなって、自立しろって、飼われた犬みたいに可愛くワン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 っていう時期はもう終わってるんだって、ベルト外して一人で行動しろって。